皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も日替わりナイスで遊んでいきます。前回ですね、訪問できるようになったんですけど、訪問は外出して訪問ですね。で、まあ、訪問はランダムなので、そうですね、こういうふうに出会えればですね、16% って今メーター進んでますね。で、ここの多分この場所は一番私多く行ってますので、もうなんともう 60% まで行ってるんですよ。大きさの年比、なかなか難しい感じばっかりですね。 25% ですね。まあ、こちらの子はお会いしてないですね。一番下の方は、イベントらしいですね。例えば物語進めていかないといけないってことですかね。ちょっとまずちゃんと回収をしておいて、なんかすごい兵力とかものすごい多いんですけど、まあ、ちゃんと公務をこなしておかないとですね。まあ、成績ですね、私の場合。まあ、ステータス上がるやつもいいかもしれませんので、一応ステータスもたまにもらいます。まあ、お金とかはもう全然余りますので余裕ですね。で、お子さんの育成もやってですね、すごいですね、もうこんなに育ってますよ。で、美人さんですね、今回なんとですね、私あれから頑張って門客のレベル上げてたら、なんと長髭姫さんがですね、結婚することができましたので2人目ですね。これランダムなのでどちらか分かりませんけど、まあ、ちょっとですね、お楽しみは後々ですね取っておきたいなと思いますので、じゃあまず訪問しましょう。で、これは運が90、自動寄付は90ですね。100にもできるみたいなんですけど、女の子に会えないとダメですね、これ。あら、お願い。ダメですね。なかなか根気がいる作業ですね。一番右上でなんか戦えるみたいですね。いやー、強いですね。でもランクこの前確か200何十位でしたよね、私。まあ、それに比べますと、私のランク上がってますね。やっぱ物語進めて門客ですか、人数増やしていかないとどんどん自分の勢力大きくなりませんので。よし、じゃあこれで物語を進めていきましょう。物語。まあ、戦闘シーンは飛ばしてボスだけ見ていきたいと思います。さあ、ボス戦です。いや、私今兵士の数右上出てますけど2000万ありますからね、すごいですね。で、敵の数、兵士の数2万ちょっとでしたけど、戦ってもこちらあれですね、6000ぐらいしか兵士減りませんでしたので、まああれですよね、三国志だったら、まあ、兵力差って結構関係なかったりしますので、3000でも1万の敵を蹴散らしたりしますからね。じゃあ次の5番目ですね。天才降臨ですか。いきます。
さあ、ボス戦ですね。まあ、今までなんか兵力で戦ってますけど、ボス戦だけはなんか門脚のあれレベルっぽいですね。戦闘力いくつですか？10、100、1000、万、10万、178万ですか。凄まじいですね。でも相手も37万ちょっとなんですね。結構大変ですね。まあ、兵士も結構減りましたよね。今の5番目だけで35万ぐらいはもう兵力減ってますね。では6番目いってみます。さあ、ボスです。さあ、行ってみましょう。54万ですか。まだまだ大丈夫そうですね。もう犯人確保しましたね。やっぱ兵力結構減りましたね。120万ぐらいもう減ってますね。少しちょっと、牢獄行きたいですけど、ちょっと待ってくださいね。これで回復しておいて、回復というかあれですね、ちゃんともらっておかないとあれですね。あー、やっぱ結構こまめにもらわないといけないですね。お、兵士が減ってももらえるんですね、プレゼント。いいですね。ガンガン物語進めていきたいですね。でちょっと皆さんのお楽しみをですね、1回だけ、まあ、ちなみにここからはですね、17歳以上の方限定とさせていただきますので、まあ目を1分ほど閉じていただければですね、学生さんたちはでこれランダムですので、もう皆さん、この前あれですね、上の女の子、幼なじみの子なんですけど、まあ、どちらが選ばれるかは2分の1ですので、まあ下の長平姫さんですかが来ることを祈って、あー、いや嬉しいですけど、ありがとうございます。ということで、もう一回やってみましょう。あと2回いけますけど。さあ、お、やりました。皆さん、レッド、素晴らしいですね。いやー、いやでもなんかあれでしたね、こちらの女性の方、今あれですよね、服装なぜか脱いだら出てくる謎ですね。ちょっと服装がなんか違うんじゃないかなと思うんですけど、まあそこら辺はちょっと気にしちゃいけないってことですかね。残りの人生は旦那様と共に歩いて参るゆえ、前兆のことはもう忘れよう。そうですね、忘れてくださいこれか、なるほどの美人さんということで、いやー、なるほど、幸せもんですね、ゲームの中ですけど、で、多分昇級できるんですよね。さっきどこでするんでしたっけ。前やったはずなんですけど、いやー、ザクザク入りますね、アイテムが。ちょっと昇級する場所がわからないですけど、あ、大学ももう終わってますね。で、新しい方を、まあ、適当ですねで、牢獄、おお、3人いますね。じゃあこちら残り20歩じゃないですね、20%ですので、ダーンってやつですね。どうなるんでしょう。あれ、獲得可能ん、あ、もう終わりですか。仲間になるわけじゃないんですか。いや、私は仲間になるのかなとてっきり思ってましたけど、
門客として入っていただければですね、こちらの勢力拡大になりますけど、もう今回は無理っぽいですね。あ、訪問できますね。動画では10分ですけど、戦闘シーン長くて30分以上遊んでるってことですか、今。じゃあ行ってみます。お願いします。4回目ですからね。おお、やりました。あなたは子羊を、私は狼を似てましょうということですね。普通逆じゃないのかなと思うんですけど私が狼じゃないですかね。いや、ゴニョゴニョですけど。昇級したいそうですよね。あ、わかりました。一番左上ですね。ちょっと今このアイコンで見えなかったです。ここですね、きっと。これですね。思い出しました。召喚いたします。これ7位になるんですかね。あ、やっぱダメなんですね。正8位ですか。男は女一人も守れないと男と名乗れん。わあ、この方なんか顔がどなたかに似ていらっしゃる気が。ただその似ているどなたなんかを多分芸能人の方じゃないかなと思うんですけど、名前がちょっと分かりませんし、まあレベル上げておかないとですね。男は女一人も守れないと男と名乗れん。60ぐらいですかね。これでもお金100万かかりますからね。いいですね。ステータス4656ですね。まあ、このような形。やっぱ一夜三成さんが星24ということもあって、2万3000円あります。まあ、これ、こういう薬いいですか？ステータスアップのやつを使うと、まあ、この、まあ、武力が3986とかいうのが上がっていくと、どんどんですね、強くなっていくって感じですね。じゃあ、ちょっともうちょっと物語進めていきます。まあ、戦闘シーンは飛ばしますね。さあ、ボス戦ですね。あ、73万ですか。なんかもうそろそろやばそうですね。さあ、ボスの資格ですね。おお、資格さん、やっぱ強いですね。恩人探しですね。じゃあ行ってみます。さあ、ボス戦いきます。おお、120万、やばいですね。もうそろそろ。
さあボスですね、あんなにやった私の兵力ももうあと120万ですか。1200万ですか。800万減ったんですか。すごいですね。お、こちらの人仲間になってくれるんじゃないですかね、私の予想では。うわギリギリ150万だ。もうよし、なんとかですね。まだ続くんですね。ちょっと今一時停止してる間にですね、私他のゲームのミルクチョコオンラインで遊んでまして、まあ、結構40分ぐらい遊んでましたので、まあ、なんかいろいろまたできそうですね。まあいろいろできるからって私はこの人をいじめてるわけじゃありませんので、多分何ですかね、赤いスイカバーかなんか、アイスのスイカバーかなんかを食べてて、パクパクで食べてるんですかね。まあきっとそうでしょう。よし、訪問いたします。2回行けますね。お願いします。あーおじさんおじさん、あー難しいですねやっぱり。お、あと2分体力もあったらもう1回行けますね。じゃあちょっと美人さんと2分間ほど行く2分間。お、こちらの方ですか。そうですね、私もう疲れましたね。汁物って何ですかね、この時代なんか味噌汁とかあるんですかね。よし、もう一回いきます。おお、なんて、なるほど、ついてますね。いやスレンダーですね。あと1回いけますけど、そういえばあれですね、なんか普通に残りの人生は旦那様と共に歩いて参るゆえ、まあこのようにキャラクター、あ、もう忘れよ、ちょっとセリフしゃぶかぶっちゃいましたけど、寵愛ですか、左下にある寵愛、月報っていうんですかね、これ10消費したらできるみたいな、ちょっとやってみますね。多分この、1790個私持ってますけど、なんかちょっと、何が変わったんですかね。あ、親密度が上がったんですね。なるほどですね。あ、次20かかるんですか。ちょっときつい、きついですね。まあ、多分課金すると今の原稿ですかが購入できるみたいなので。婚約のことを忘れず迎えに来てくれてわらわは嬉しいわ。こちらもですね、 A30。 あ、そっか、あれですね、最初に寵愛してるってことですかね。いや兵士が大量に減っちゃいましたんでなんかいっぱいもらえる。じゃあ美人さんは今後はやっぱ訪問で頑張って、婚約しないといけないっていうことですね。いや大変ですね。その公務もやっておいて、まあ、こちらあれですよね、兵士とかもらってもなんか数が少ないですからね。あと1回美人さん行けますね。早く官位がですね7位に上がればなんか他にもできること増えるみたいなので。あ、ここになんかありますね。お、寵愛したからあれですか。これ何でしょうね。誠心誠意、献身的に努めましょう。おお、やりましたね。門客もうちょっと増えてほしいですね。そもそもこのメイン任務ってどこに書いてあるんですかね。どっか書いてあるんでしょうね。お、なんですか。万民は一人のために尽くせば天下の人々は幸福になれる。しかも昇給確率 33% って結構シビアですね。あ、さっきの大学行ったらですね、スキルの経験値もらえてこれで割り振りできるみたいなんですよ。まあ、ちょっとまだ振ってないですけど、あんまり。
ちょっと私はもうちょっと頑張らないといけないので、ちょっと動画長くなりますけど、あ、訪問できますね。あー、もう、おー、すごいお金がかかりますね。ちょっともうちょっとだけ物語進めておきます。